お母さん、用事ができちゃったみたいで。でも月さんのレシピのおかげでうまくできたよ。だいぶ料理に慣れてきたっすね。まあまあな回数うちに来てますよね。なんか大事なこと忘れてないっすか？花、きっと今頃。どうかなされたんですか？でもうまくいけば今日全部すっきりするはずですから。これでいい。二人きりならきっと何か進展があるはず。ごめんなさい桜井くん、あなたの気持ちには応えられないと。まさに至福。シシカは割と人懐っこいからそろそろいけると思ってたんすよ。一匹だけでも十分だよ。ありがとうな宇崎。ん？なんかあったのかな。最高だ。まあいっか。そろそろ大丈夫かなと思ったんだけど。あ、月さん結構時間かかったみたいだけど。ああ、料理は滞りなくできたんですが、終わってから長居させてもらってて。それはもしかしてついに？以前からずっと気になってて。それは長居もするわよね。抱かせてもらいました。猫片方ずつじゃなくてこんな風に両手で同時に抱いてみたいですね。猫。それじゃあまたよろしくお願いします。若い狼の飽くなき欲望、もはや止められないの。私はどうすればいいの。どうもこうもねえよ。